Bonjour, c'est Sonia. こんにちは、山本ソニアです。今日はピカールというフランスの冷凍食品専門店の私の大好きな商品を5つ紹介したいと思います。日本語ではピカールというんですけど、フランス語ではピキャールと言います。私もよくフランスに住んでた時は母と一緒にピカールに買いに行ったりしてました。でやっぱり日本で一人暮らしを始めてすごいお世話になっていて、でぜひ私のおすすめな商品をいくつか紹介できたらなと思います。5つ紹介する前に、ピカールで私がよくどういうものを買ってるか少し話すと、やっぱり一人暮らししてて生の例えば野菜を買っても全部使い切れないことってあるじゃないですか。一つ大きいブロッコリーを買ってもそれをなんだろう、一人で全部消費するって結構大変だったりすると思うんですよ。でピカールはたくさんいろんな種類の野菜が冷凍されていて、でその時食べたい分だけ少量だけこうスープに入れたりとか炒め物に使ったりとかできるので、それはめちゃめちゃ便利です。そしてあとビオっていうオーガニック合成肥料とかを使ってない証明されているビオの野菜もすごい多いので、そういった部分でもすごい安心して使える冷凍食品がたくさんあります。あともうレンジでチンしてすごい本格的な一品料理が食べれるような冷凍食品もあるので、いろんな本当にニーズに合わせた冷凍食品が本当に豊富に揃っているので、本当に楽しい冷凍食品屋さんだなって思います。それでは私のピカールのおすすめの品一つ目はアイスクリームです。もう今回紹介するのは、まあ、シーズンのものもたくさん出るんですけど、そうじゃなくてもう常にピカールにシーズン関係なくあるものをピックしました。でこのアイスクリーム本当に美味しいんですよ。例えばこのキャラメルのキャラメルボクサリー、あの塩キャラメルのアイスなんですけど、こう甘みだけじゃなくてちょっと苦味とかバターの風味すごい感じれて、本当にフランスのジェラート屋さんな気分になるので、私はよくお家で焼いたケーキに添えたりだとか、もちろんこのバニラあのアイスもそんな感じで使うんですけど、こっちのバニラアイスもそのバニラの粒がたくさん入ってるんですよ。日本でいうバニラアイスってもうちょっとミルキーな感じがメインになってくると思うんですけど、こっちは本当にもうバニラの風味がすごいです。ご褒美のおやつにバナナシェイクとか作るときにバニラアイスを入れるとすごい美味しくなります。この塩キャラメルアイスは夜の最後のデザートがすごい特別な感じに演出してくれるようなアイスで、すごい美味しいです。なのでこれをまず最初に紹介しました。二つ目はなんか友達とか来たときにすごい助かるピザ。このピザ、まあ、日本でも、まあ、ピザを注文とかすることってあると思うんですけど、まあ、冷凍でしかもこのビオなんですよ。オーガニックの野菜がいっぱい入ったピザなので、本当に罪悪感もないし、こうオーブンに入れるだけでもうすぐできちゃう。で、彩り鮮やかでもう華やかになるので、すごいおすすめです。本当に何かあった時に助けてくれるピザです。でオーブンでたった10分で焼けちゃうのもすごいおすすめです。次に3つ目は私の大好きなドモエルショコラキャラメルボクサリー。こちらもキャラメルなんですけど、キャラメルとあとチョコレートバージョンもあるんですけど、私は結構キャラメルとチョコレートの組み合わせがすごい好きなのでこっちを選ぶことが多いんですけど、もなかがトロトロのキャラメルが入ってます。これも塩キャラメルのモアローショコラっていう商品名ですね。こちらはオーブンで約17分で焼けて美味しく食べれちゃいます。私よく、まあ、一人で映画見てる時とかに焼いて食べてます。でこれに本当にさっきのキャラメルアイスだったりバニラアイスを添えてもめちゃめちゃ美味しいと思います。やっぱピカールのデザート結構基本的にすごいレベルが高くて、レモンケーキだったりクレアマカロンとかすごいいろんなもうフランスの美味しいケーキがたくさん
揃ってるのでぜひチェックしてみてください。あの大きいホール の, あのタルトケーキなんかもあったりするので、私は一人でこのサイズ感、これ2つ入ってるんですけど、ちょうどよかったりもするのでこれをチョイスすることが多いです。4つ目は私がよく本当によく使っているものなんですけど、じゃじゃん、パイシートです。もう本当にフードアカウントをフォローしてくれてる方とかはもしかしたら見たことあるかもしれないんですけど、キッシュをよく作ることがあって、まあもちろんそのお家でホームパーティーするときに、まあ一個ドンとテーブルの上にこうメインになるようなおかずがあるとすごいテンションも上がると思うし、なかなかやっぱり一人でパイを焼くことはないんですけど、だからそういうホームパーティーの時にめちゃめちゃ使えるパイシートです。大きさもすごい、まあ日本のパイシートよりはちょっと大きめで、なのでいろんな風に使えるんですけど、オーブンで約18分焼いて食べれるパイシートです。これでアップルパイだったりも作れるし、まあ、しょっぱい系のミートパイとか、キッシュとかを焼くのすごいおすすめです。ピュアバーって書いてあるんですけど、すごいバターの風味がすごい良くて、焼く前から本当にいい香りがするんですよ。私もいろんなパイシートを使ってみたんですけど、やっぱりこれに戻ります。そして5つ目、最後に紹介するのはもう私が大好きな大好きな大好きな、さつまいものフレンチフライです。やばくないですか？パタトゥースっていうのがさつまいものことです。でやっぱりこのピカールでもフレンチフライってすごいいろんな種類があるんですよ。それこそビオのジャガイモから作ったフレンチフライだったり、まあ、いろんなサイズのジャガイモの料理の品揃えがすごいたくさんあるの で中でもやっぱりこのさつまいものフレンチフライが私的にすごい、まあ、ヒットしてて、たまにこう欠品してる時があるんですよ。いつ入るのかな、いつ入るのかなと思いながら、見つけた時はすごい嬉しいんですよね。オーブンで約25分。で、このまま揚げたら3分で揚げれるって書いてありますね。本当に一人分のおやつなんかにもすごい美味しいし、ホームパーティーとか、まあ、家族で食べる時に一品増やしたい時、あとは付け合わせなんかにも使えます。オーブンあっても常日頃日常で使わないかったりすると思うんですよ、オーブンを使う料理って。なのでこう一個オーブンを稼働させながら料理するとすごい時短になったりするのでおすすめです。このシーズンだったらこうシナモンとかをかけてちょっとデザート感覚で食べても美味しいと思いますし、さっき紹介したあのバニラアイス添えて、こう、あったかいさつまいものフレンチフライと冷たいバニラアイスの組み合わせってのもめちゃめちゃ美味しいと思います。こんな感じで今回は、まあ、たくさんピカールの商品を紹介したんですけど、いかがでしたでしょうか？なんかフランスの食品だったり、他のスーパーでもフランスのおやつとか食品を扱ってるお店ってすごい増えてきたと思うので、まあ、私が知っているものだったり知りたいものとか今後いろいろ紹介できたらなって思います。こんな感じで私が大好きなピカールの、商品ベスト5を紹介しました。ぜひ皆さんも食べてみてください。メッシー、オンフォー。